どうもこんにちは、こんばんは、シュウシャです。ココココイカです。はい、ということで本日はリアタイオールスター杯開催ということで、気になる超高速フェードの初体験動画を撮りたいと思います。おお、これも気になっとったよね。よね。12月6日金曜日から始まったリアルタイム対戦の大会オールスター杯になるんですが、今回は今までと試合仕様の変更がありました。まず一つは超高速フェードになりまして、そしてもう一つ変化球の体感速度のアップがありましたね。いやー、もうちょっとこれ以上打ってなくなるのは本当辛いけど、もう本当やめてほしいよね。そうね。まあ前回の大会までは非表示って言ってフェードが表示されないっていう大会にはなってたんだけど、まあそれとは違ってフェードが一瞬見えるっていうのはあるんだけど、その分超高速っていうものだったり変化球の速度が上がるっていうのは、まあ投手に有利な仕様になるのかもしれないですね。もう周社はやったの？いや、それがまだなんですよ。なので今回は僕が初めて超高速フェードや変化球の速度アップを体感したいと思います。まあ早速行く前に、もしよかったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。そうだね。前回の動画で視聴者参加型の企画も募集していますので、これを機にご応募お待ちしております。商品もあるのでぜひよろしくお願いします。ということで早速やっていきたいと思います。はい、ということで本当に触ってません。後取りじゃないですよ、リアルですよ。よし、じゃあやっていきます。はい。今度はしっかりつなげて打ちました。まあここでつないで1点でも多く得点しておきたいですね。初球陣伸びていく、打った、これもいったか、大きな。はい、ということで初見とか言ってたんですけど、まあもろもろ撮影ミスがありまして、2試合目からのスタートですね。まあ改めましてやっていきましょう。阪神タイガース対埼玉西武ライオンズのゲームを解説は西俊久さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。西井さん、さあやっていきますよ。改めまして、楽天の GM やもんな。 GM? GM、 GM。 もう石井さんが GM になってからいろんな人が楽天に行くようになったからね。音悪い、音悪いとした、大丈夫。メジャーリーガーやもんな。元、おお、いや球速えな。少し広げている感じでしょうね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。あ、惜しい。あと何、これフォークかな。ちょっと待って、今調べてる。あれ、これいつのだ。今年じゃない。めっちゃ楽天って話して楽天で調べたら出てこんなーっておかしいと思ったよ。さあさあ、イカちゃん、イカちゃん、早く、ちょっと待って。あ、これだ、あったあったあった。ストレートスラーブフォーク、うん、あーストレートスラーブフォークね。うん、とか言ってる間にランナー溜まったけど、気づいたら、あ、イカ。びっくりした、タッチアップしたら入った。いや、危ないよ、もう最近マジで暴走するからな。はい、か、あー、あらー、あんまりね、厳しい球打たないようにしてたんですけどね。ではボール球やったかな。1番大城選手、さあ先発の則本選手です。そりゃ、ああ、ああ、ああ、そう、キャッチャー古田選手にしてるんですよ。お、そう、最近変えた。まあ、それはなんで。え、やっぱ守備捨て大事やなと思って。ああ、確かに。で、そう、前まで城島選手使ってたんだけど、うん、だよね。でもどうせそこで代打出してたから。って考えたら、まあ、どの道代打出すんやったら守備捨ていい方がいいかなと思って。確かに、うん、めちゃめちゃ振ってくれるな。みかん、こう甘い。おーおーおお、そんな怒らんでも。さあ、先ほどゲッツーやらかしたんでね、
ああそうだね、ロペス。おい、逆方向流し打ち。今のなかなか確定なくない？逆方向の確定、うん、初めて見た。すごかった今の。オッケー。おー、今ちょっと今逆いかんかった吉田。うん、守備大丈夫か。ああもうまたやったやん。やばい、今日ゲッツーマシンや。2分ぶり2度目や。おお、ギータあえて左出しゃってよね。右の方がなんか打ちやすいイメージあるけどな、石井さん。スラーブがね、そうそう、うん、内側から食い込んでくるからスラブが、うん、そこでストレートと組み込まれたら結構厳しいかもね。おお、いいねいいね。あ、やった。あー、うん、スラブかと思った。うん、スラブ狙いだった。それしゃあないね。うん、なんでまあ急に解説になるんだけど、まあ、ある程度絞っていいんじゃないかなと思うよ、ストレートか変化球か。でもやっぱラン、うん、俺もツーシーム捨てられるから。まあ言ったらもうツーシームばっか投げられるぞ。当たったで。この前ちょっと打ったんやな。おぉ、うん、ちょっと。おいいよ、いいね、村上くんもよかったな。おちょっとランク戦した時にすげえ調子よくてさ、おぉ調子よくて2勝1敗を繰り返し、ね、調子よくて2勝1敗、うん、でも勝ち星は2ずつ増えていくから。ああ確かに。そう、あとちょっとで達人8位ぐらいに。マジすげえよ。あと5個。おお、うい、割と抑えではするんやけどな、見てないから。抑えるな、その蛇行到底って言われようけど、うん、意外と抑えれる時ってあるもんね。多分まだ防御率普通に0点だよもんな。すごいやん、俺よりいいやん。そう、ただ打率は打率も2割5分ぐらい。あ、あ、3回までか。うん、あ、そうそうそう。ちょちょ、さっきからさタイムしたくてもタイムできんじゃけどな、これなんで？あ、どこ？あれかな、ラグかな。ああ、あら、森友哉で。そっちか、 MVP の。そう、てっきり俺吉田正尚で打つかと思った。そう、そっちでもよかったんやけど。あいか、もう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 、意外と森選手の方が好きなんだよね。ああ、そうそう、ミートがいい方が、うんうん、打ちやすく感じるタイプだから。ああ、なるほど。そうで、吉田選手なかなかミートが上がる特能じゃないのよ。なるほどね、まあ、うん、確かにアーチソとかね。そうそうそう、で相手の能力を下げる対エースとかついてるから、うん、まあそれはそれでいいんだけど。おお、びっくりした、フォークやった。初めて投げてきたんじゃないとか言いつつ打っとるけんな。反応打ちですよ今のが。なるほど。あ、狙ってたのに。めっちゃピッチャーフライやったね。ちょっと集中しよう。さっきのお願いします。さっきの、あー惜しい。あー、ちょっと届かんな。あー、ちょっと待って待って、危ないよ危ないよ。オッケーオッケー。おお、もうマジヒヤヒヤする。三塁コーチャー止めないよ。いや、三塁コーチャーの絶対手回してる説あるからな。止めてるの見たことない。うん、あ、入った。さあ、まあインハイはね反応ですから。みんなそれができたら苦労してないよ。
そんなもう闇みたいなこと言うなよ。どこも反応できない。最近失投のストレート打てないもん。おほえーってなる。ここでライオンズ守備を変えてきました。タイガース最後の攻撃になります。糸井が打席に入ります。なんかでもなんとなくやっぱサイレントでさ、ストレートがあれだったからちょっと感覚狂うのはあるよ。流しで入ってたのがファールになったりするの。あーなるほど、うん、やべ適当に投げてた今危ね。結構外すら、うん、危ない、危ない。持ってかれる時ある。おい、だからそういうやつスタンディングで取る今の。さあ菊池さん、その球いいよね、スラブ、うん、ボール気味に。そうそう、おっしゃ、はい、お疲れ様です。はい、ということで今回は新仕様になったリアタイの大会について初体験をしてきたんですけれども、まあなんとなくランク戦に似た感じかなという印象を受けました。これからやっていく人にもまあ解説の動画を上げてもいいかなと思ったんだけど、まあ割とランク戦に似たような待ち方とかで打てるんじゃないかなとは思いましたね。まあこの大会についてどうやったら打ったらいいのとか解説欲しいですとかあればぜひぜひ答えるんで、はい、あの早急に解説お願いします。わかりました。はい、本日もご視聴ありがとうございました。先日の動画で豪華景品が当たる視聴者参加型企画の募集もしているので、ぜひぜひ応募してください。まあまたチャンネル登録や高評価もよろしくお願いいたします。お願いします。はい、ということでまた次回、バイバイ。バイバイ。